本日のゲームはユースボールスタジアムで行われます。この時間はマドリーチャマルティン対オイペン、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、どうです、シュマイケル、やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。マドリーチャマルティン、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいでしょうね。このファーストハーフ、最初のコーナーキックはオイペン。マドリーチャマルティン、ここクリアで難を逃れます。このボールはカットされます。イルロ、カットに行きます。ここは大きく縦に入れます。マドリーチャマルティン、カウンターを仕掛けていきます。さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。北澤さん、今日はイタリアが生んだ名レジスタが起用されています。ピルロですよね。中盤の低い位置からゲームをコントロールするスタイルはピルロが作り出したと言っても過言ではないですね。そうですね。とはいえ彼みたいに、シェフチェンコ、際どいボール。マドリーチャマルティン、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ブリット、今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね。ミス、おっと、タカ、裏へ届くか、カフー、大きく蹴り出します。飛び出した。マドリーチャマルティン、前半ここまでまだこれといったシーンはありません。このボール奪いに行きます。ビエラ、ロベルト・バッジョ、ここは奪います。マテウス、マルディーニ、このボールをカットします。カフー、ここはカットします。サイドチェンジ、いや逆サイドよく見えてますよね。こういう展開を繰り返すことでミドルからアタッキングサード中央に対してスペースを作りやすくなる役割がありますからね。
積極的に足を入れてきます。フィールド奪いに行きます。小回りをにわたる。ここはつながりません。フリットからカー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 自分で行く。カーカー上げる。そのままキーパーが抑えました。さあカウンターのチャンスになります。ロベルト・バッジョスペースを狙う。どうだ。ベッケンバウアーこのボールに触ります。ロベルト・カルロスからのスルーパスカットされます。フリット細かくパスをつないで攻め込んでいきます。これは合いません。高いボールが渡る。エンバペが受ける。マテウス、ロベルト・カルロスへ。オイペンカウンターを仕掛けます。エンバペへ。いやこの辺の攻防は非常に見応えありますよね。クリアです。インターセプトを狙う。カカシュート。先制。力強いシュート、ゴールへと突き刺さりました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはゴール。マルコエネミルト35さあマドリーチャマルティン先制ゴールを決めました。1対0。これで試合が動いたのでここからオープンな展開になる可能性もありますよね。なるほど。リスタート直後はまた点が入りやすいタイミングなので引き締めたいですよね。はい。ここは対応します。カカ、ベッケンバウアーこのボールをカットします。マドリーチャマルティンとしてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。ロベルト・カルロスへ。シェフチェンコさあ一気にカウンター。ロマーリオ、マルディーニ流れを止めました。ベッケンバウアーここは読んでいました。さあマテウス、スルーパス来た。これはシュート。守備陣クリアの対応です。ファーストハーフアディショナルタイムに入りました。ベッケンバウアーこのボールをカットします。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1対0、マドリーチャマルティン先制して前半を折り返しています。リードを奪えたのも良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつチャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。マドリーチャマルティン対オイペン、マドリーチャマルティンが1対0でリード。後半に向かいます。後半スタートです。マドリーチャマルティンとしてはリードはしてますけど、後半に入って流れが変わるってこともありますからね。立ち上がりは気をつけたいですよね。そうですよね。スペースへ。ベッケンバウアー、フリットスルーパスを狙う。ロベルト・カルロスこのボールをカットします。マドリーチャマルティンはハーフタイムの間で選手交代があったようですね。そうですね、ハーフタイムの交代は回数に含まれません。うわ、ゴール。これを決めてきた。追加点決めます。これで2点差。
まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。オーウェン、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあ、マドリーチャマルティン、得点を重ね2対0という展開。シュート、押し込むか、追加点、これで点差は3点です。エンバペ、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。キーパーからのこぼれ球をイメージできてたんでしょうね。こういう一瞬の判断をとっさにできるのが素晴らしいですよね。さあ、マドリーチャマルティン、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。シュート、シュマイケル、セカンド拾えるか。これは奪い返します。パスの効果、タカ、パスの切り替えも早いですよ。応援からエンバペ、相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。裏を狙う、マルディーニ、奪いに行きます。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。マドリーチャマルティンとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。カンテ、本日ワンアシストです。このパス回し、素早いパスで攻め上がっていきます。ディフェンス、これを読んでいた。スペースを狙った。スペースにいいボール出たんですけどもね。ここはすぐ奪い返します。と、これはつながりません。スルーパスを狙う。タカー、低いボールだ。マルディーニ、流れを止めます。裏へ届くか。マドリーチャマルティンはまだ選手交代枠を残しています。応援に当たる、来た、これはキーパーのいい対応。スペースを狙う、抜けた、抜けた、勝負、シュート、シュマイケル、これはキーパーがいい反応でした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。マドリーチャマルティン、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。オイペン、2本目のコーナーキック。これはクリア。ベッケンバウアー、このボールに触ります。スペースを使う。これはどうやらオフサイドのようです。
ベッケンバウアー、ここはカットします。ベロン、ライカール対応します。ベッケンバウアー、このボールをカットします。マルディーニ、このボールをカットします。さあオーウェン、切り込むか。マドリー・チャマルティンは3点差のリードで残り時間の戦い方としてはどのような手段がありますか？もう時間を稼ぐ形でいいと思いますけどもね。引いて守って、相手に隙があったらそこを突くぐらいでいいんじゃないでしょうかね。スナイデル、エンバペ、ここで丁寧にコントロール。ビルド、ロナウジーニョ、ここはつながりません。オーウェンからのボールを守備陣対応しました。このパスシュート、シュマイケル、キーパー素晴らしい対応、見事なプレーでチームを救いました。オイペンとしては意地見せてほしいとこですよね。ボールはクリア、ネイマールに渡る。ライカール、これは合いません。スペースへ、積極的なディフェンス。スペースに出す、マルディーニ、カフー、カフーからマラドーナ、エンバペ、通るのかこのパス。さあチャンス、シュート、シュマイケル、アラウホ、危ないシーンでしたがここはクリ。そしてここで最後の笛、3対0、マドリー・チャマルティン、強さを見せつける勝利となりました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。マドリー・チャマルティンとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。